まだ学生？はい、どこまで行って、まあこういうご時世ですし、ラブを行くとかね。あ、すいません。今日涼しいっすね。ちょっとあの池袋の公園地ってすごい気持ちよいなと思って、ちょっと3分ぐらい寝てたんですけど、うん、ちょっと君歩いてきたから目覚めて、うん、やばーと思って。でも今日どうしたの？うん、これから男子。あ、友達と遊んできて。あ、そうなのね。めっちゃ今日決まってんなと思って。彼氏は5300人ぐらいいるんですか？5300人。あ、これいねえの？マジそんなわけがないと思う。あ、いつからいないんですか？あ、なるほどね。その元彼はどういう人だったんですか？うん、大学入ってすぐ付き合ったんですけど、変わらなくて。あ、どれくらい付き合ってたの？半年。まだ学生？はい。あ、マジで？結構大人っぽく見えますね。格好かな。あ、学生だ。うーん、あ、じゃあ同じ大学の人と付き合ったの？あんま合わなくて。自分から振ったってこと？あ、マジで。向こうはどうだったの？ショック受けてた。向こうは結構、うん、すごい人で。あ、マジで。どうなの？どうしつこかったの？なんか別れたのに君恋がましく、はい、男らしくねえなこいつみたいな。で、今最近どうすか？何勉強してんの？何学部？国際系の学部です。あ、じゃあなんか海外志向っつうか旅行行ったりとか。あんま今で行けねえけど。結構コミュニケーションとか。あ、勉強してんだ。じゃあ英語とかやってんの？うん、ちなみに最近はどうなんですか？あの、で、男子は、うん、まあ、グイグイと思うけど。今日、まあ、友達って言ったんですけど。あ、今日デートって言って。あ、マジで？どうだった？初めて会った人。初めて会った人。あ、マジで？どうだった？うん、よかったらここいませんか？ もう、はい、ええ加減にはけてきたみたいな感じ。あ、マジで。今何時だ？まだ6時になってねみたいな。何時集合だったの？うん、あ、でも結構時間過ごしてんじゃん。うん、マジでな。やば、ようやく振り切ってきた。あ、何、どんな感じで来た？初めて会ったの？初めて。まあ、何回かあれじゃない、マッチングアプリ的な。はいはいはい、アプリで会った人、何回か連絡してて、マジで。え、プロフとかやり取りは良かったわけ？プロフとかは、まあ、そうですね。プロフって最低詐欺で詐欺。まあ詐欺合戦みたいなのがあるよね。どこまで行ってくるんですか？いや、俺ちょっとあの、さっき仕事終わってちょっと池袋久々に来たんで、はい、で寝てたんですか、さっき公園で。だからちょっと君で目覚めて、うん、みたいな感じ。あ、そう。じゃあちょっとそのさっきの最悪の時間をちょっと取り返したいじゃないですか。だからちょっとそこ僕はちょっと頑張りますんで。ちなみに留学とかも考えてるわけ？あ、マジで？どこ？アメリカとか。ヨーロッパ？俺ちなみにちょっと行ってましたけど、2年ぐらい行ってました。2、3年行ってましたけど。ここを見てフランス行ってましたね、まあ。うん。パリに2年ぐらいいましたね。だからちょっと帰国して、まだちょっと海外乗りが抜けねっつうか。まあ今リハビリ中みたいな。なるほど。うん、あ、いや、どこ狙ってるの？ヨーロッパ。国はイタリアに行きたいな。あ、イタリア、ナイスチョイスですね。イタリア勉強するんですよ。でも英語で行くみたいな。向こうの大学に入るの？そうですね、そういう勉強がとりあえずできるところに入る。あ、ちょっとそこら辺もちょっと話したいので。まあこういうご時世ですし、なんか買ってラブを行くとかね。イタリア人を語るには、イタリア人を語るには一番いい場所かなみたいな。それはでもチャラいですよね。それチャラいですよね。いや、本当もう安心した。なんかちょっとあの辺なんかないかな。なんかバーとか行きます？ホテルになんかあるんじゃない？まだやってるっしょ。で、外人と付き合いたいと思う？いや、それもそれこそちょっと攻略法を練っとかないと。あの、このこことかどうすか？なんかやってんじゃない？ここなんか
このバーとかやってんじゃないですか。ここかな、25階行ってみます。俺はまあでも結構留学生同士とくっついてたんで、まあ4カ国ぐらいの人と付き合いましたかね。現地人と付き合うの結構むずいっつうか、向こうフラボもうめっちゃ喋っから。でも日本人好きの人って結構癖あって、でも留学生は結構なんかね、あのアメリカの結構上流階級とか来てたりして。ノンアルコールだね。お酒出してない。はい、提供は、はい、取りやめておりますね。なるほど。ルームサービスのみです。あ、ルームサービス。はい。まあでもとりあえず飲み物一杯だけでもいいですか。あ、もちろん、もちろん、はい。あ、じゃあここで。はい。あとは横並びでご覧いただくか。じゃあ横並び。横並びで承知します。これ有名なホテルなんですか。知らないんですけど、これあんまりこういうところ来たことない。あ、そうなの。緊張してます。マジで言ってる。すげえいるべきだし、毎日そこらに座っててもおかしくないと思う、うん、結構あるよ、あの新宿とか六本木とかもっといい感じの生演奏とかもあって、そういうのを経験しないとね、若いうちに何がいい。カクテルかノンアルコールビールか。ノンアルコールスパークリングワインってハニーレモンモヒート。あ、ハニーレモンモヒートとブルーモヒート、はい、かしこまりました。では海外も、あ、でも生演奏やるんだ。海外も本当ヨーロッパの上の階級入るとめっちゃやばいんですよ。やばいんですか。やばいやばい。家の凄さのレベルが違う。へー、うん、レベルってどのくらいの。なんか、まあ、親戚がシェイクスピアの本の中に先祖が出てくるとそういうレベル。出てくる出てくる。これがうちのヒーヒーヒーおじいちゃんやでそういうのはえぐい、マジで、うん、でなんか高校の時から仲良かった女の子の友達がフィレンツェの靴の学校に行ってて、でなんかちょいちょい行ってたんよ、パリから留学期間がかぶってて。でも今度友達誕生会来るって言われて、あ、行く行く、久々フィレンツェまた行くよって言って、じゃあストックホルム集合ねって言われて全然ちげえじゃん、パリよりだいぶ来たやんみたいな。お互い遠いとこその子めっちゃお嬢で、でなんか夜中にヨット出してくれて、白夜わかる、12時過ぎまでずっと昼で、一瞬30分ぐらい夜になるみたいな。その日没の時にヨット出してくれて、北欧のストックホルムの海をめっちゃ幻想的で、なんやこれなんやこれみたいなすごいです。そうで来てる連中も結構みんな、まあ、ファッション業界のやつ、ファッション業界のやつは結構金持ち多いんよ。階級でヨーロッパで国を越えてつながってみたいな、そういうのすごい楽しいし、いろんな勉強のめっちゃ刺激もなるし、ええー、と思うよそういうのやれなよ。いや、うん、いや俺別に普通、俺は別に普通っつか別に留学はしたけど。じゃあちょっとあのさ、この夜景見えて感じで酒飲めないってマジ地獄じゃない。酒飲みたくなってこない。お腹空いてる？ちょっと。でしょ。だよね。さっきあの入り口のおっさんさ、部屋の飲めるって言ったじゃん。ちょっと部屋行かないですか。部屋でちょっとなんか買って飲みたくなったでしょ。ちょっと部屋借りようよ。なんかネットで今ちょっと見たら全然借りれるもないんで。あ、じゃあ部屋取るよ。部屋取った。22202だ、こっちか、ここか。あ、結構広いね。結構広い。なんか、お、冷蔵庫。あ、めっちゃ酒。酒、なんかもうちっちゃいのしかねえな。あれで探しますか。電話しよっか。電話しよっか。え、水ええじゃん。結構広いです。あー。それではコメント。先生、ダブル君。お願いします。